はい、えー、こんにちは、マスアートです。えー、マスアートの U、えー、の、うん、礼拝の時間となりました。今日は2020年8月の30日、日曜日し、死ぬ日ですね、もう5時前ですね、はいえー、早速、えー、マスアートの U の礼拝をスタートさせていきたいと思います。でお祈りいたします。えー、天の父者の神様、えー、この、うん、マスアートの U の礼拝の発めから我々で導いてください。神様にええこと、誉れを期して。 このものも思いと唇を整えてください。感謝して始めあたりイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい。では早速賛美を持って始めていきたいと思います。はい。えー、聖歌ですね。だいぶ古いですけど、はい。えー、まだ、えー、はい。えー、では、えー、聖歌の四約六十一番長石玉石支援の五十四篇六節。 え我汝の皆に向かいて感謝せん、シェン五十四篇六節。四、えー、分四分で普通で九十二ですね。<laughs> じゃあ、あ、えー、なかなかもう <laughs>、えー、えいきます。<laughs> 聖火の四百六十番流し玉石いし。シェンの五十四篇六節、我汝の皆に向かいて感謝せん。いきます。三。 流したまいし、イエスの血潮にに、積み現れし、喜び。何にかたとえんいざや抱いて、深き恵みを感謝せん。ハレルヤ、ハレルヤ。イエスはこの身を救いたまえり。ハレルヤ、ハレルヤ。 深き恵みを感謝せん。信じる者はみな救わんとの、イエスの御言葉信じて。祈りし時に救いたまえる深き恵みを感謝せん。 ハれるやハれるやイエスはこの身を救いたまえりハれるやハれるや深き恵みを感謝せん罪の許しを玉石のみか清き御霊を与えて天摘み国に伴いたもん 深き恵みを感謝せん。ハレルヤハレルヤ。イエスはこの身を救いたまえり。ハレルヤハレルヤ。深き恵みを感謝せん。はい、えー、アーメンです。感謝です。えー、聖火の461番、流し玉石。 えー、支援の五十四分六節、えー、我何時の皆に迎えて感謝せん支援の五十四分六節でした、はいえーはいえー、はい、聖火の461番はい聖火の長久一石でしたはい、えー、感謝いたします、えー、朝はバタバタしてもう,、えー、もう今日はまあ15分ぐらいでかかるところですけど本当にねし会かご奉仕がありましたけどバタバタしてまあ でも、えー、司会奉仕も神様のにあって、共に、えー、愛する兄弟姉妹と度、親の礼拝を続けてきたことを心よりく感謝いたします。えー、牧師先生よに熱く、えー、メッセ、えージをいただいていただき、まだ紐もいて、言葉ひも紐解いていただいて感謝いたします。私もこの朝夕、まあ、チャレンジしてますけど、そのようになりたいなという思いがあって、チャレンジしてます。 では早速マサトの言うの礼拝御言葉を見ていきたいと思います。はい、聖書の第三版ですね。新解約の第三版を使っています。朝は第四年の手紙第三でしたので、新約聖書でしたので、午後が今日今日はエゼキエル書ですね。旧約聖書かになります。エゼキエル書一章ですね。はい、もう。 えーまあ、少し遊んで、な,なかなかど,どういう感じで、難しいですね、あのもう行き当たればったいじゃないですけど、本当にそういう訓練で、エゼキエル書ですね、えー、まず、えー、その前に、えー、しおりを、いつもしおりを紹介して、ます素敵なしおりですね、えー、しおりの御言葉を拝読いたします、えー、ルカン福音書4章の43節、えー、他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。 ルカの福音書四章の四十三節ですね。はい。えー、エゼキエル書最初のあ結構愛か、えー、の次ですね。エゼキエル書、えー、一章ですね。いつもはいこんな感じで。えー、ともう一つですね。はい。えー、はい、えー。いろいろな先生方の YouTube を見てますと立派に。 編集されていますので、まあ、そのようになりたいなと思いますけど、えどういうふうにまだ編集するのか、ちょっとその辺がまた分からなくて、勉強しなければ、調べてみなければなりませんけど、ただもう取って写すだけで、まあ、精一杯ですけど、えー、頑張っていきたいと思います。えー、で、お祈りいたします。えー、天の神様、またひと午後、えー、夕方となりましたけど、言うの。 御、えー、言葉の時どうか神様この、うん、礼拝特に御言葉の時、えー、このものに知恵と力を与えてください、えー、間違った考え教えまた自分自身の考えじゃなくて指的解釈じゃなくて、えー、正しく理解しまた応答し御、えー、言葉を,を、まあ、先生方の学びをしますけど、えー、知恵と知識を与えてください 神様に栄光と踏まれを期してこの者の,の思いと唇を整えてください。えー、感謝して、えー、イエス様のお名前によってお願いいたします。本当に、まあ、祈りながら、まあ、デボーションの感じですね。はい、マスアートの言うので、拝としてますけど、まあ余談じゃなくて、まあ、まあ、ちょっと余談じゃないですけど、早速、み、えー、言葉エゼキュレシ1章いきたいと思います。<laughs> では、いきます。えー、エゼキレ書1章、えー 第30年の第4の月の5日、私がゲバル川のほとりで、星の民と共にいたとき、天が開き、私は神々しい守るを見た。それはエホヤキン王が星となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日に、カルデア人の地のゲバル川のほとりで、無事の子、妻子エ,エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。 私が見ていると見よ激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐる,ぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。 その足はまっすぐで足の裏は拳の足の裏のようであり、えー、磨,かれ磨かれた聖堂のように輝いていたその翼の下から人間の手が潮に出ていたそしてその四つのものの顔と翼は次のようであった彼らの翼は互いに連なり彼らが進む時には向きを変えずおのおの正面に向かってまっすぐに進んだ 彼らの顔ちは人間の顔であり、四つとも右側に獅子の顔があり、四つとも左側に牛の顔があり、四つとも後ろにわしの顔があった。これが彼らの顔であった。彼らの翼は情報に広げられ、それぞれ二つは互いに連なり、他の二つはおのの体を覆っていた。彼らはおのの前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。 それらの生き物のようなものは燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。日が輝き、その日から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。私が生き物を見ていると、血の上のそれら4つの木生き物のそばにそれぞれ1つ,1つずつの輪があった。 それらの輪の形と作りは六中石の輝きのようで4つともよく似ていてそれらの形と作りはちょうど1つの輪が他の輪の中にあるようであったそれらは潮に向かっていき行く時にはそれらは向きを変えなかったその輪の枠は高くて恐ろしくその4つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた生き物が行く時には 輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには、輪も上がった。これらは霊が行かせるところに行き、霊が行かせるところに,ところには、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が行くときには、輪も行き、生き物が立ち止まるときには、輪も立ち止まり、生き物が地の上から上がるときには、輪も共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。 生き物の頭の上には、澄んだ水晶のように、輝く、大空のようなものが、あり彼らの頭の上の方へ広がっていた。その大空の下には、互いにまっすぐに伸ばし、あった、彼らの翼があり、それぞれ、他の二つの翼は彼らの、彼らの体を追っていた。彼らが住む時、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の 轟きのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときにはその翼を垂れた。彼らの頭の情報の大空から声が上がると、彼らは立ち止まり、翼を垂れた。彼らの頭の上、大座のはるか上の方には、サファイアのような何か大座に似たものがあり、その大座に似たものの遥か上には、 人間の姿に似たものがあった。私が見るとその腰と見えるところから上の方その中と周りとが青道のように輝き火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に私は火のようなものを見た。その肩の周りには輝きがあった。その肩の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり。 それは死の栄光のように見えた。私はこれを見て、ひれをひした。その時、私は語る者の,の声を聞いた。はい、えー、エゼキエル書一章をお読みいたしました。えー、このところから、えー、次第ですね、3節の、えー、カルデア人の地のケバルガのほとりで、無事の子、妻子、エゼキエルに。 はっきりと主の言葉があり、主の見てが彼の上にあった、え主の見てが彼の上にあったということを、えー、主題を掲げさせていただきたいと思います。えー、なかなか難しいですね。えー、まあ、読みながら、ふとえー、最近、今、流行りのキビずにあじゃないですけど、アニメーション、あまり私アニメーション見ない,見ないですけど、まあ、子どもたちが大好きですね。 えー「ドラゴンボール」とか、えー「ドラゴンクエスト」とかちょっと、えー、全く主題とは変わりますけどそういう、えーまあ、この、えー、映描きでしょう、まあ、アニメでは見たことないですけど、えー、なんかそういう和とかそういう,う、えー、そういう,うアニメ向きかなという映像として、えー、そんなようなちょっと脱線してますけど、えー、今日のこの主題。 死、えー、の店が彼の上にあったということを、えー、掲げさせていただきたいと思います。はい、エ、えー、ゼキュル書をお読みいたしました。はい、またいつものようにこのエゼキュル書、まあ三人の先生方の書物を通して、えー、学んでいきたいと思います。まあ、最初に、えー、フランスフランケンベーカー書ですね。イエラスト早わかり聖書ガイドブック。はい、えー、毎回同じです。もうだいぶ 慣れてきたかなといいう思いもありますけどなかなか、えーまあ、これを読んでまた、えー、実際自分のから難しいですね、えー、あのど,うどう語るか本当にそういうことを訓練としています少し、えー、先ほど休んでいましたけど、まあ、ど,うどういういうに語るかを本当に、えー、いつも思いながら休んでいきましたけどちょっと長いですけど、まあえー、まあ朝はちょっと。 えー、11時間の、まあ、9時スタートがうが理想ですけどなかなかもうおしさまって時間が押し迫って、えー、なかなかあ焦ってしまいますけど、えーまあ、夕方もまたスケジュールがないわけじゃないですけど少し、えー、ゆっくりと学びとこの御言葉というの礼拝をの時を進めていきたいと思います。結構、ね、28章です、ね、長いですすね長いけど、えー、頑張って、えー えー、学んでいきたいと思います。はい、えー、はい。二十八章ですね。この、えー、本では、えー、エゼキエル書を調べましょう。著者この書物の著者は預言者エゼキエルです、えー。預言活動のうちバビロンにいたイデ,イデアの囚われの民、星の民のところ、エゼキエルの預言の多くはイレア人とともに他の国民にも関わっています。 ユダヤの保守のために対するエゼケルのメッセージは彼らが保守とされたのは彼らの罪の結果であるというものでした彼らが自分たちの地に帰る希望を持つ前に彼らは彼らの主に立ち返らなければなりません同じ時代の預言者ユダヤ人と共にエルサレに留,めて留まったエレミア バビロンで支配者の宮廷で生活したダニエルダニエルはエゼキエルより9年早くバビロンに捕らえられましたエゼキエルとダニエルは同じくらいの年齢でエレミはもっと年上でした彼はエゼキエルがバビロンに連れて行かれた時エルサレムですでにほぼ30年間預言者として活動していました署名エゼキエルという名前は神は詰められるという意味です エゼケルは神が彼に与えた務めのために神によ,神によって強められました聖書の中での1エゼケル書は旧約聖書の預言書の区分にあ,あ,ありますそれは大預言者の4番目の書物で旧約聖書では26番目の書物にあたります、えー、大預言書イザヤ書エレミア書アイカエゼケル書ダニエル書中 アイカはそらくエレミアによって書かれましたアイカは預言者の名前が付けられていないただ一つの預言書ですあらすじ、えー、エズケンの飯1から3章エズケンの預言ユダとエルサイムに対して4から24章諸国民に対して25から32章イスラエルとその最後の日々に関して33から48章 えー、出来事が起こった時、えー、142ページ143ページのイラスト年表参照、えー、600年 BC 預言者エレミアユダ、えー、ダニエルもバビロン、えー、エゼケルユダ、えー、ユダヤ人バビロンに星となる、えー、BC の593年、えー、エゼケルバビロン、えー、エゼケルはバビロンに連れていかれ星のための一人だった 彼はそこで星の民たちに神の言葉を語った、えー、エルサレム滅亡が、えー、BC の586年から580年まあそういうちょっと、ね、細長いちょっと年代を年表を <laughs> 読むのはちょっと大変ですねはいい,いきます、えー、はい、えー、頑張って、えー、とりあえず今日の箇所 ととなるところを読んできいます、えー、主な出来事バビロにおける預言者エズケル1から48章、えー、ユダの民は全員が同時にバビロに連れて行かれたのではなかったエレミアはしばらくの間エレサレムに留まって残った民にやがて訪れるその町の破壊について警告したエズケルはバビロに連れてかれたに連れて行かれたとらわれの民の一人だった、えー エゼケルの務めは、えー、祖国,祖国を,を遠く離れて国外に囚人となっている民に神の御言葉を伝えることだった。この書物の出来事の多くは神がエゼケルに示された幻の中でのことである。これらの幻はエゼケルに対して目に見える映像のような形で与えられたものであり、そこで彼は民に語り継げ,べ語り継げるべきことを えー、知っったたのだった、えー、とりあえず、えー、1章から3章は神はエゼケルを召し、えー、彼にやすべき務めを与えられたエゼケルは神の言葉を聞いてそれをために語った、えー、4から24章は独特の話や動作を用いて預言者はなぜ神が彼らの町エレサミを滅ぼうそうとしているか を民に教えた、えー、囚われみにな,なったある者たちはすぐにエレサムに帰ることを望んだしかしエズケルはそのようにはならないと彼らに語った、えー、25から32章エズ,ケルエズケルは神に聞き従わない他の諸国,諸国民も滅,滅ぼされると言った章章から48章エズケルは神からの良い知らせを民に伝えた いスカイスラエルの民は彼らがどこにいようと一つに集められもう一度大いなる国民とされるエゼケルは民,を民は素晴らしい大牧者によって導かれるだろうと彼らに告げたこの大牧者はイエスである出来事が起こった場所は144ページの地図を見てください144ページですねはいちょっとこのように 預言者が語りかけた国民ということでちょっと紹介しています。はい、この144ページ、この感じかな、こんな感じでいいかな、はい、こんな感じですね。はい、ちょっと今日はじっくり紹介しています。えー <laughs> えー、過去からの発見。 敵国家の証拠エゼケアの時代に属する古い文章の中に,中にベ,ロベ,ロサスベロサスという名のバビ,ロニバビロニア人の祭祀によって書き留められた記録があります彼はネブカデネザルバビロンの王がパレスチナユダヤ人たちの間に起こった反乱を鎮めるためにバビロンを出発したということを記録,記録しました バビロンからの他の文章はユダの王エホヤキンに言及していますが彼は囚人であった機関でさえ王でありました、えー、大都市バビロン聖書はネブカデネザルがどんな,どんなに彼の死との壮大さを自慢したかということを記しています考古学者たちはこの古代の都市を掘り起こしました彼らはそれが多くの 大建築物、広い通り、美しい庭園を持った都市であったということで意見が一致しました。彼らは多くのイスラエルの囚人の名前が載っている粘土版を発見しました。えー、ページ168ページと169ページにある解説と写真を見てください。168と169のですね、このバビロンの紹介した。 でですすすねははいい、えー、こんな感じ行、はい、きます、えー、エゼケル賞と救い主を送る神の計画、えー、囚人として祖国を,国を離れと離れ遠く離れて民は非常に惨めでした「星は彼らの罪の罰である」という預言者の言葉もまた彼らを元気づけはしませんでした。 エズケルは民は彼らの大牧師である一人の王によって救い出されると語りました民はそのことがすぐに起こると期待しましたまずということは民にとって難しいことでした約束された王が贈ら,られるのは単に一つの国民歴史上の一つの時代のためではないということを彼らは理解できませんでした彼はすべての人々のためのすべての時代のための王であられるのです この約束された王とはイエスのことです彼は人々が期待したようにイスラエルの敵に対して軍隊を引き,引,き引きようとはなされません彼の王国は特別な種類の王国なのですエゼケルのメッセージを聞いた民はそれが実現するのを見ることできませんでした今日今日私たちは平和の君であらゆるイエスがエゼケルのメッセージにおける大牧者であることを知っています はい、えー、以上です、えーまあ。過去からの発見、またエゼケル首相とお救い主を送る神の計画をお読みいたしました、はいえー。フランシス・フランケンベイカー著の、うんえー、イラスト早わかり聖書ガイドブックでした。はいえーえー、まあ、ほぼ、まあうん、毎回 <laughs> 3人の方の方 先生方の専門書からその歌詞を学んでいます。はい、また、はいえー、ヘンリー・エイチ・ハーレー先生の聖書ハンドブック、ちょっと古いですけど、古い版ですけど、これからまた、エ、えー、ゼケーショを学んでいきたいと思います。はい、エ、えー、ゼケーショですね、えー。結構また分量があると思いますね。はいえー はい、ね、えー、ゼ、え、ッ、ーはい、ケル賞ですね。まあ、分量が多いですので、とまあ、途中まで全部紹介することはちょっと厳しいかなという思いもあります。はい、えー、はい、いきます。はい、えー まあ皆さん、まあ、どううのような日曜日の過ごし方してみましょうでしょうか。まあ、ちょっと余談ですが、はい、行きます。はい、えー、エズケル書エルサレムの陥落、周囲の四国の審判、イスラエルの回復、彼らは私が主であることを知ろう。えー、エズケル保星の預言者だった。彼はエルサレムの滅亡する11年前にバビロンへ連れて行かれた。 年アッシアによるイスラエルの補修はそれより120年前である。全734年、えー、ガレリ,リアおよび、えー、全東部、北部イスラエルのティグラテ・ピレセルによる補修。全,全721年、サルゴンによるサマリアおよびイスラエルの残部の補修。全701年,70、えー、70年、セナキレーブによるユダの住民20万の補修。 ユダのバビロン保守はいかにように行われた全6 0 6年、えー、ランエルを含むそうする者がバビロンへ補修。全5 9 7年、エゼケルを含むさらに多くの者のがバビロンへ補修。全5 8 6年、エルサイムの援助。えー、さらに206ページを参照のこと。保守は70年間続いた。全6 0 6年から536年。 えー、エゼケルは前5 9 7年より少なくとも前5 7 0年までバビロにいたすなわち星の期間の前半を過ごしたのである、えー、エゼケルとダニエルエゼケルがバビロに到着する9年前からダニエルはその地に居住しすでに名声を博していた、えー、これはダニエル書14章のこれはエゼケル書かな、えー、14章の14節と20節 ダニーは宮廷におりエズケルは田舎にいた彼らはしばしばあったのであろうエズケルとエレミアエレミアは年長でエズケルは彼の弟子であったかもしれないエズケルはエレミアがエルサレムで説教したと同じことすなわちユダ,がユダは自らの罪のために必ず刑罰を受けるということを補修されてした人々の間に述べ伝えたエズケルとヨハネ エゼケの見たまぐろしのあるものは、目視録に展開されているように思われる。ケレベム、エゼケエル書1章、ヨハネの目視録4章。ゴグとマゴク、エゼケル書ョ38章、ヨハネの目視録20章。巻物を食すること、エゼケエル書3章、ヨハネの目視録10章。新しいエレサレム、エゼケエル書40から48章、ヨハネの目視録2 1章。命の水の川。 十47ヨ岩ネの黙示録22章彼らは私が主であることをしろう」この句は本書において圧倒的に多い48章中27の書にこの句が見られ全部で70回以上に及ぶその主なものは次の通り6章の7節、10十13十14七7章の4節、9節、 27節11章の10節12節12章の15節16節20節13章の9節14節21節14章の8節15章の7節16章の62節17章の21節20章の12節20節38節42節44節21章の5節22章の16節22節 23章の49節24章の24節27節20 25章の5節7節11節17節26章の6節28章の22節23節24節26節29章の6節9節16節21節30章の8節19節25節26節32章の15節33章の29節 34章の27節、30節、35章の4節、9節、12節、15節、36章の11節、23節、36節、38節、37章の6節、13節、14節、28節、38章の23節、39章の6節、7節、22節と28節。はい、ちょっとまだ喉が、もうほんの、うん、紹介にすぎませんけど。 はい、頑張っていきます <laughs>、はいえーえー、エゼケールの使命は、えー、イスラエル民族の保守を騎士容認した神の見業の正当性を説明するところにあったようである保守は彼らが犯した忌まわしい諸行のためであった他の諸,諸国もこの嫌悪すべき行いのため、えー、壊滅の品を見たしかし イスラエル民族にとっては、浄罰的なものであった。彼らは刑罰を受けて、主が神であることを知るに至るであろう。事実彼らはそれ,それを知ったのである。バビロン保守は偶像礼拝から彼らを癒し,した。その時までは、いずれにしても彼らは偶像礼拝者であった。しかし、その後、今日までユダヤ人は他のどんな罪を犯そうとも、二度と偶像礼拝に陥ることはなかった。 エゼケル書の年年代書、の年代本書の中心点は1586年に起こったエルサイムの陥落であるエゼケルの予言はその6年前に始まりエルサレム陥落後 16, 16年間続いたので全部で22年間にわたるエルサイムの陥落までエゼケルは簡断なく数々の方法で陥落の、えー、資源なことをさ細部なことを予言した 章章か24章その後彼の予言は周囲の異教諸国の破壊25から32章イスラエルの再建及びその輝かしい未来33から48章に関係している彼の見た幻は多少の年年代例外はあるが大体年代中に示されている年数は全597年の恵方薬品の補修から数えられる第30年一章の一節は 一緒に施設にある恵方薬キーの保守の第5年に相当するものでエゼケルが30歳の時,に時と考えられるレイビビトが奉仕始めた年ミンスキ4章の3節。イエスもバプテスマの4年もとも共に30歳で活動を開始したあるいは第30年は、えー、ナ,ボナボポーラッサによって処理を博した結果全625年 しらかしたバビロンが新しく制定したバビロ,ンバビロニアの暦による30年であったかもしれない。えー、エゼケルのまぶしの年代は以下のようである、えー、一章の二節、第5年の第4月かっこ7月、えー、第5が全5 9 2年。 えー、8章の一節第6年第6月9月第5日全591年、えー、20章の一節第7年第 5, 第5月8月第10日全590年24章の一節第9年第10月1月第10日全587年、えー、第9年10月 10月10日にエルサイムの包囲が始まった、えー、26章の1節第11年第5月、えー、クエスチョン8月第1日全586年、えー、29章の1節、えー、第10年第 10, 10月1月第12日全586年、えー、29章17節第27年第1、えー、かっこ月第1日 千五百七十年、三十三十章二十節、第十一年の第一の、過去四月、第七日、千五百八十六年、三十二章の一節、第十二年、第十二月、過去三月、第一日、千五百八十四年、第十一年、四月九日にエルサレム陥落する。 32の1、32節の2章の1節、第12年、第12、過去3月、第1日、全5 8四年、32章17節、第12年、第12月、クエスチョン、過去3月、第15、全5 8四年、33章21節、第12年、第10月、過去1月、第5日、全5 8四年、40章1節、第25年、 1> 第1クエスチョン、4月第10日、1572年。エゼケルはその幻の日付を示すのに非常に細心で正確な日に至るまで書き記しているので、記された日付に続く部分は次の日付が挙げられるまでその日付に属すると推定される。はい まだ,まだ続きますけど、頑張っていきたいと思います。一、えー、章の箇所まで、ちょっとお読みいたします。一章の一節から三節、えー。エゼケルの十九と年代。エゼケルはエホヤキンと共に保守とされた。前五百九十七年。彼はそれを私たちが保守となって、と呼ぶ。三十三章の二十一節と四十章の一節。彼に,には妻も二十四章の十五節から十八節。家庭もあった。 の彼は保守輸入された人々と共にゲベルカハに住んだその顔はバビロンの北ユーフラテス川から分かれる大運河でニップルを経てティグリス川に通じていたバビロンの南東約8 0キロの地点にあるニップルはニムロデがノアの洪水をまもなく建てた 町ののつ,つカルネである章節テル,アテルアビブはあエゼケの住んだ町で3章の15節と24節ニップルに近かったと思われる、えー、66ページの地図を3照その地方にはアラビア語でエゼケルを意味する、えー、キルフィルという村があり伝承によると彼はそこに住んだというそこから約64キロ離れたところに ファラがありそこにはノアが住んだと言われるこれは14章14節2節にノアの名が用いられている竜を暗示していると思われる、えー、エ,デエデンのソロの素材の地と伝えられるエリ,エリドゥはテル,テルアビブから160キロ離れているだけであるこれが暗示となってエゼゲルにエデンのソロの名をしばしば語らせたかもしれない 24章の13節31章の8節9節16節18節36章の35節人の子エズケルは90回もこのように呼びかけられているダニエルの章7章の13節ではそれは救い主について用いられ,用いられるそれはまたイエスが平素ご自分を呼ばれた時の名称であったヨハネの福音書1章の14節の子を参照マンボルシと象徴的行動とはエズケル書の特徴である 彼の象徴,象徴的行動のあるものは最も忌まわしい身の苦痛と激しい、えー、哀愁を伴った彼は長い間推しとなっていた3章の26節24章の27節33章の22節1年以上も寝た姿勢でい,いた4章の5節から6節また忌まわしい植物を,食,、えー、植物を食し4章の15節その愛する つまり突然死なれた24章の16節から18節はいちょっとまだ厳しいですけど頑張っていきたいと思います <laughs> はい <laughs> 1章の、えー、4節から28節エゼケルの見た幻神の幻、えー、生き物はケルビムのことである10章の2十節4つの生き物は 四角形の各辺の中央に一つずつ立ち、えー、その広がれた翼は四方の隅に達していたそれ,ぞれ四つそれぞれの生き物は四つの顔を持ち四角形から外側に向かうのは人の顔右側は死の顔左側は牛の顔後ろ向きに四角形の中心に向くのはわしの顔であった四つの大きな回転する輪、十章の六節が各生き物のそばに一つずつあった和は緑の宝石六中石のように見え その枠の周りには目が一,一面ついていたこの4つの生き物は太陽の轟きのような叫びを発し電光のようにここからここかしこと動くのであった、えー、生き物の頭の上に水晶な段があった段の上にサファイアの王座があり王座の上に人のようなものが白熱の 光の中で虹に囲まれて座っていたそのすべてはぐるぐる回る線香を持っていた激しい風と大いなる雲の中に置かれていたこれがその中において神がエズケルに現れた形だったそれは神の栄光能力全知偏在全能主権威厳正義を意味していた、えー、ケルビームは命記念を入り口を守った世石三章二十四節、えー、ケルビームの像は契約の 箱の上に置かれた、えー、失礼エジブト二25章の18節から20節、幕屋の幕に刺繍された、失礼エジブト二26章の31節、宮に,にもその像が建て,建てられた、第二列王記6章の23節、29節、第二歴代史3章の14節、ケルビウムは神の前にべる見つかりのような存在として初めから聖書の中に織り込まれている。それらは教会の展開する運命と 密接に関連している目視録4章の6節か7節5章の6節6章の1節6章の1節六節6章の一節六節7章の11節14章の3節15章の7節19章の4節以上です一章のちょっと長い箇所を本当にお読みいたしました結構長い箇所をちょっと 紹介しました。途中です、ね、はい、えー、紹介、えー、紹介しました。はい、えー、ちょっと大変ですけど、えー、ヘンリー・エッチ・ハレー先生の聖書・ハンドブックから、えー、エゼケル書を見ていきました。はい、えー、まだ、えー、最後 もう大変ですけど、まあ4十分なりましたけど、最後、まだ、えーえー、旧約聖書1日1章。前野本先生から、このエゼキエル書の一章をまた、えー、また紹介していきたいと思います。うん、それから、から、えー、まサ後のエゼキエル書になりますけど、まあ厳しいですけど、はい、えー、旧約聖書1、えー、日1章、榎本先生から、 またエゼケルンの箇所を見ていきたいと思います。はいまあ、訓練は大変ですね。はい、えー、エゼケル症はいか、えー、の次ですね。はい、えー、まあ、このあ榎本先生のエゼケル症を紹介していきたいと思います。はい、えー まあほとんどマサー、ま、との出会い朝日においてはマサニーの先生方の書物をおまあ学んでまあ通して確認しておそれをま,またまあ元に <laughs> ええー、言,言葉をメッセージを語りたいと思いますまあ訓練としてますので頑張っていきたいと思いますいただきます、えー、エズケル書、えー、本書はエズケルええ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 え 神が強くするるという意味の預言であるエレミアはアナトテの祭司の息子であったがエズ,ケルはエズケルも祭司の子であり最も祭司的な預言者であったといわれる、えー、エレミアとほぼ同じ頃に活,、えー、活躍した預言者だが、えー、エレミアと違って静かにその生涯を生きた人である彼の預言の特徴は目,目視的な表現法で用いられているところにある 彼もまた、悲惨の中で神によって強くされることを告げた預言書である。<laughs> はい、ちょっとまた水分補給していきたいと思います。はい、えー、ちょっとまたセッティング。はい,いきます。はい、えー、<laughs> なかなか、はい。えー、この、うん、エゼキクレッション一死の,、えー、の手がその これで彼の上にあったエゼケル書1章の3節、えー、エゼケルとは神が強くするという意味である、えー、エゼケルは2500年前エルサレムで預言者として神から召された彼はエルサレムが包囲された時ユダの人たちと共に、えー、バビロンへ連れて行かれその地で人々に向かって神の言葉を語った、えー、エゼケル書の特色はそのほとんどが象徴的な言葉で語られていることである 迫害や弾圧があるから物事をあまりはっきり言わず象徴的な言葉で言い表したものであるしたがってこの目視文学は言葉の一つ一つをあまりほじらないでエゼケルがそのような言葉で何を言おう,言おうとしているかを理解し解釈していくことが大切であるエゼケルはゲバルガーのほとりで幻を見たその幻は28節の最後に死の栄光の 形の様はこのようであったとあるように神の栄光の姿として見た神が今も生きておられるということを一つの具体的なものによって示されたのである死の手がそのところで彼の上にあったとある漱石一章,章の二節を見ると血は形なくむなしく闇が淵の表にあり神の霊が水の表を覆っていたとあるがよく似た言葉である血はあ 形なく虚しく全く地上の生活は何の形も秩序もない。大しいものが苦労し、悪いやつが入り込んでいる。神を信じても信じなくても別に変わらない。あの漱石一章は、イスラエルの人,人たちがバビロンに連れて行かれたときに示された天地創造に対する信仰、告白であると言われている。えー、エズケルが有言したときの場所と同じところであったと言われ,言われる。 自分の住んでいる世界で全く神を認めることができないような口軸に満ちた世界であってもその上を神の力が覆っている神の支配のもとにそれがあるのであり決して神が存在しなくなっ,たなったのではないと語っているのであるそれと同じようにエゼケルは神の支配が全く認められないような中に今ありながら主の手が神の上にあったエゼケルを 抱いててくくだだささる、る、強めてくださるその視野の中に置いてくださるということを知ったのである。どんな時にも私の上に神の手が置かれると信じ得るほど幸いなことはない。えー、彼は神の手が自分の上にしっかりと置かれていることを示され、現実に生か,る生かされることができた。これが信仰者である、えー。弱さが信仰によって越えられていくことが大切なのである。 神がこのような私をも愛してくださりこのような私にも御子イエスが十字架についてくださったのだということに慰めのもとを見いだし力を泉を源を見いだしていくことに私たちの信仰があるそのところに立つ時今日の時代において預言者として生きていくことができるのである。 えー、エゼケル書一章の三節、死の手がそのところで彼の上にあった。エゼケル書一章の三節。はい、ええー。えー、えー。榎本先生の、えー、旧約聖書一日一章。を。から、紹介いたしました。えー、はい、厚、えー、い、えー、はい、榎本先生の。旧約聖書一日一章から、ああ。えエゼケル書。 の衣装のところをちょっと紹介いたしました。はい、えー、もう50分近くなりますね。3人の、まあ伊ュー賞は大予言書ですので、分量多いのですので、どうしても3人の先生方の説明も長くなりますね。はい、えー、では、<laughs> 本番のマスアー、ま、のお話、えーね、春前に一曲3秒お下げして、 からまた行っていきたいと思います。はい、えー、聖歌の、えーえー、もうまだしてませんね、もう、えー、<laughs> 選挙の題として、218番、神より生まれし者よ、第2ペテロの時三最の 9, 9節ただ一人,の一人の滅ぶ、滅ぶるをも望みたまわず、おおお自分、hope、my beloved、his フィーリング。4分の4で早くです。126。<laughs> ちょっとまた、はい、頑張っていきたいと思います。選挙の題ですね。聖歌の218番。神より生まれし者よ。第二ペテロの手紙、最初の9節ただ一人の滅ぶをも望みたまわず。4分の4分ですね。いきます。<laughs> 3、はい。神より 生まれし者よ、世界に告げ知らせよ。一人も滅びざるこそ、三神の御心なれ。 いざ告げよ主イエスの見救いの良き訪れ。涙を注げ悪魔の手にある。 友のために、尊き救いも知らで滅びに向かいてゆく。いざ告げよ主イエスの。 見救いの良き訪れ愛なるまことの神はすべてのやからの神御子も おしまで下し、救いをなしとげたもん。いざ告げよ主イエスの見すくいのよき訪れ。 我が子を遣わしたまえ。我が子に持ちませと祈るを、三神は聞きて、報いを与えたまわん。 いざ告げよ、主イエスのみすくいのよき訪れ、はいえー、聖歌の218番「神より生まれし者よ」、「選挙の大事」まあ、ちょっと久しぶりに歌うかな、まあ、でも結構、教会で歌った気がします。えー、感謝いたします。 聖歌、えー、の218番、えー「神より生まれし、えー、ものよを」を賛美いたしました。はい、聖歌はい、感謝いたします。はい、これから、えー、まず後の本当の本田に、ありえますけども、もう50分、五十分以上経ちましたですね。はい、えー、頑張っていきたいと思います。はいではさ、さなら、えー、お祈りいたします。 はい、天のちっちゃな神様、えー、マサートの言うの、礼拝となりました。今日はちょっと、えーまあ、分量が多いですけど、3人の先生方の是シ主を紹介しましたけど、これからの、またあ短い時間となりますけど、えー、神様の御言葉に対して、どう年、またどうするかを訓練としてますけど、導いてください。力と知恵を与えてください。 ええ、こと誉と賛美を期して、またこの者の,の思いと唇を整えてください。えー、感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、えー、また何度も紹介しますけど。えー、聖書第三版ですね。新改訳。えー、エゼキエル書。ちょっと大変ですけど、まあ。まあ、そういう訓練としてますので。えー、また、もう一度、えー、最初お読みしてみましたけど、また。 えー、読んで、それから今日のメッセージの題は3、えー、節の「主の見て」が彼の上にあったということを題とかいさせて,言っていてますけど訓練、まあ、と思って <laughs>、まあ、もう大変ですけどひめ喉が悲鳴上げてますけどまあ、そういうことでチャレンジしています <laughs> じゃあまたエゼキュリションでからいきますエゼキュリション、えー、一緒 第30年の第4の月の5日私がゲバル川のほとりで星の民と共にいた時天が開け神は神々しい幻を見たそれはエホヤキン王が星となって連れていか,かれてから5年目であったその月の5日にカルダ人の地のゲバル川のほとりで無事の子を祭司エズケルにはっきりと主の言葉があり主の御手が彼の上にあった 私が見ていると、見よ激しい風とともに、大きな雲と火がぐるぐるとひらめき、渡りながら、北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。 その足はまっすぐで足の裏は拳の足の裏のようであり、えー、磨かれた聖堂のように輝いていたその翼の下から人間の手が潮に出ていたそしてその4つのものの顔と翼は次のようであった彼らの翼は互いに連なり彼らが進む時には向きを変えずおのおの正面に向かってまっすぐに進んだ 彼らの顔ちは人間の顔であり、四つとも右,の右側に獅子の顔があり、四つとも左側に牛の顔がある、四つとも後ろに鷲の顔があった。これが彼の顔であった。彼らの翼は情報に広げられ、それぞれ二つは互いに連なり、他の二つはおのの体を覆っていた。彼らは、 おのおの前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行く時には向きを変えなかった。それらの生き物のようなものは燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。日が輝き、その日から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。私が 生き物を見ていると、血の上のそれら4つの生き物のそばにそれぞれ1つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは、緑中石の輝きのようで、4つともよく似ていて、それらの形と作りは、ちょうど1つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらは潮に向かって行,き行くときにはそれらは向きを変えなかった。その輪の その輪の枠は高くて恐ろしく、その4つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。生き物が行くときには輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには輪も上がった。これらは霊が行かせるところに行き、霊が行かせるところには輪もまたそれらとともに上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が行くときには輪も行き、生き物が立ち止まるときには輪も立ち止まり。 生き物が血の上から上がるときには輪も共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物の頭の上には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼の頭の上の方へ広がっていった。その大空の下には互いにまっすぐに伸ばしあった彼の翼があり、それぞれ他の2つの翼は彼の体を覆っていった。 彼らが住むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の轟きのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときには、その翼を垂れた。彼らの頭の上方の大空から声があると、彼は立ち止まり、翼を垂れた。彼らの頭の上、大空の遥か上の方には、サファイのような何か、 王座に似たものがありその王座に似たもののはるか上には人間の姿に似たものがあった。私が見るとその腰と見えるところから上の方はその中と周りとが青道のように輝き火のように見えた。その腰と見え,見えるところから下の方に私は火のようなものを見た。その肩の周りには輝きがあった。その肩の周りにある輝きの様は 雨の日,日の雲の間にある虹のようであり、それは死の栄光のように見えた。私はこれを見て、手を振した。その時、私は語る者の,の声を聞いた。はい、えー、感謝です。えー、っと、28節までありますね。はい。<laughs> はい、えー、ま、力が <laughs> 入りますね。もう、えー、もうすぐ、えー、60分ですね。このゼクレス師匠。 えー、この3、えー、節のカルデア人の地のゲバルガのほとりで無事の子祭祀絵図ンにはっきりと主の言葉があり主の御手が彼の上にあったというこの後半の部分、えー、主の御手が彼の上にあったということを今日の取材と掲げさせていただきました本当に、えー、大変ですね、はいえー、これからどのように、えー、お話まとめるかということをい、えー、きたいと思います。 えー、も,うもう頭が <laughs> 真っ白いですね死、はいえー、の御手が彼の上にあった、まあ、3人の先生方でエジゼクル詩を学びましたけど本当に、えーまあ、星の民でなかなか厳しいことが、まあ、ということで、まあ、抽象的、まあ、そういう今現代で言えばアニメ、まあ、そういう最近ではまあ まあ、ドラゴンボールとか、まあ、今「機密の刃」とかそういう,う、まあ、アニメに、まあ、象徴されるような、えーまあ、具体的な言葉なくてそういうのであってえ説結晶難しいですけど、まあ、4年の目視録と関連することがあるということを先生方が、えー、紹介していましたけど忍び手が借りぬいであった今、まあ、私今、えー、その 聖書ですね創世記一章からまた創世記一書の一節から最後までこの御言葉を私は神の六日確認していきたいと思いますけど創世記一書の一節初めに神が天と地を創造したから漱、えー、石へ行ってきます。 えー、ヨハネの黙示録22章の、えー、20節から20節、えー、これらのことを明かす方がこう言われるしっかり私はすぐに来る雨、シュレスを来てくださいシュレスの恵みがすべてのものと共にあるように雨。本当に神様の御言葉メッセージ福音を神様感謝いたします本当に私は、えー、神様は 初めに人間を、まあ、素晴らしいものとお作りになりましたけど、罪の結果、罪が入って人間は生まれながらに罪を持つものとなりました。本当にこの罪のために、えー、解決する方法として神様、その一人子を少女マリオを通してこのようにお使わせになりました。神様、感謝いたします。神様が人間の姿を取って本当に その謙遜を示してくださいました。イエス様を神、神様、感謝いたします。その一人子をイエス様、神様、感謝いたします。イエス様は罪ない、神様、子供は、私たち罪のため、まだその人類の罪の救いの完成のために、十時間上でとうとう一を流して下さりました。そして、墓に葬られ、三日目によみがえり、そして、ケパをはじめ、多くの、えー、500人の方、 弟子に現れて40日間多くの方々に会われて天に昇れる時にまた来ますまた助け主を与えられるとして助け主精霊を助け主を与えられると,いとおお言われて天に今父,父なる神の御座について私たちのために祈っておりますまた来ると約束されています感謝いたします私たちの信じるところ父なる神様 なるイエス様聖霊なる神様、この三位一体の神様、感謝いたします、えー。私のこの罪、本当におぞましい、まあ、具体的に本当に、えー、人間は自己中心的ですね、本当にいろいろとの中、本当に、えー、罪の結果を見ます。この私の持っているこの罪、えー、を罪のない神様が。 解10時間、1で、尊い地で解決してくれました。えー、過去の罪、現在の罪、将来の罪を解決されました。本当に、神様、感謝いたします。本当に、えー、この聖書の御言葉は、うん、本当に、イエス様感謝いたします。現代、本当に、えー、想像もつかなかった、まあ、コロナの時代、えー、本当に、えー、私はその大観覧。 の後まあ、7年間大観覧の後、前に稽古されていること立、立場を取るものです。えー、大観覧の後に、えー、またイエス様が来られて、千年を年動く、その立場を取るものです。感謝いたします。えー、私たちの中に、えー、内在されている神様、感謝いたします。三位一体の神様、感謝いたします。本当に、えー、私たちが神様と共にあること。 神様と交わり、そして、えー、キリストの代わり、キリストの匂い、血の塩、地の代りとなることを神様感謝いたします。まあ、時が良くても悪くても、なかなか自分の思い通りにいかなくても、神様と静まって、神様の前に静まり、悔い,い改めて、これは悔い改めて、歩んでいきたいと思います。本当に厳しい世の中、また、えー、状況ですけど、神様の耳を知り、 神様と共にああいうものとなりますようにお願いいたしますちょっとまたこれを本当にもう抽象的な、えー、になりましたけどマ、まあ、スタートのまあ、具体的に一つ一つまあ、説明していきたいことをまあ、望んでまあ、そういうしてますけど、えー、なかなかそこまで行、えー、きませんのでまあそれを、えー、望んでいます、えー、なかなか厳しいですねはい、えー、まあ3人の先生方は本当にビシッと きちんと本にして、えー、していますのでまあその紹介に、えー、過ぎませんけどます後の、まあ、エイゼケル書ですね一書今日の題は主の御手が彼の上にあった感謝いたします、えー、私たちは現代この、えー、イエス様聖書がもう完成されています、えー、2000年の前にイエス様が現れてこの聖書が、えー 旧約聖書、新約聖書が本当に聖書が、えー、あることを神様感謝します。そして、えー、イエス様を信じた者が、救われた恵みを感謝いたします。この死の御手が彼の上にあった。本当に神様、私、イエス様を信じる者は、その救われた喜びがありますので、この死の御手が彼の上にあった。えー、私は日々、まあ、いろいろな困難な中にあっても、 私はいざあしが言ったように、えー、わしの翼をちょっと見ていきましょうね。い四43章でしたかね。はい。えーえー、43章ですかね。この、えーえー、40、まあ、イザヤ書ょで43章で、まあ、の4節。 私の目にはあなたは後悔だとこへ私はあなたを愛してると書いてあります。まあ、本当に、えー、神様は一人一人を愛,す愛,した愛されています。そして、えー、えーかえー、わしのように、えー、っと、ちょっと、ええー、もうちょっと、ええー、見つけきらんですね。あのそういうい、えー えっとですね、もう大変ですね、えー、出てきました遺財書の40章の、えー、この、まあ、27節から、えーまあ、26節から生み出しましょうかねこの大好きなその主の御手がうねることから、えーまあ、26節から生み出します、えー、目を高く上げて誰がこれらを想像したかを見よこの方は その番書を数えと呼び出し一つ一つその名を持って呼ばれるその方は勢力の道その力は強い一つも漏れるものはないヤコブよなぜ言うのかイスラエルよなぜ言いはるのか主の道は私の道は主に隠れ私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされているとあなたは知らないのか聞いていないのか主は永遠の神地の果てまで創造された方疲れることなく 頼むことなくその英知は計り知れない疲れたものに,、えー、には力を与え勢力のないものには活気をつける若,若者も使え頼み若い男もつまずき倒れるしかし死を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を飼って登ることができる走ってもたえまず歩いても疲れないはいこの御言葉を感謝いたします、まあ イザヤ書のそのイザヤの言葉私の親ぬとこの主イエス・キリスト福音師感謝いたしますまあ状況は厳しいかも分かりませんけどその心の中には聖霊がやっていることを神様感謝いたしますまたこの聖書の御言葉も感謝いたします、えー、そういうことでちょっと <laughs> あの えもう大変、えー、あのそろそろまとめないといけませんね。はいえー、もうこの、えー、今日の主題であります死の御手が金の上にあった本当に神様感謝いたします。私たち信じる者には、えー、神様が宿っていることを神様感謝いたします。その三位一体の神様、父親の神様、子なるイエス様、聖霊のある神様の 私のうちには神の身であり神の御手がやっていることを神様感謝いたします。この今日の御言葉、夕の御言葉、主の御手が彼の上にあったこの言葉があって私も共に厳しい状況が続きますけどまた明日月曜日から共にこの困難なまた罪に満ちた世にあって キリストの匂い、キい、ストの香り、えー、世の光、知の塩として歩んでいきたいと思います。また私がそのこの先に恵みを受けたものとして、信じたものとして、このものをまた他の、まあ、今日ちょっと YouTube でお昼、松本牧師の大命令というところをちょっと拝見させていただきましたけど、立派に,本当に礼拝でメッセージされましたけど、えー、その、 ちょっと言いましょうね、えー、マタイの28章ですね、えーの、ちょっと余談ですけど、あのー、確認して、えー、この、まあちょっと余談ですけど、まあ今日、ちょっと YouTube で松本先生のお礼拝の、ちょっともう外れますけど、マタイの福音章の28章の、えー 16節節から22節も読み出していきますイエス様の代命令ですね。マタイの福音書28章の16節から20節しかし、11人の弟子たちはガリラに行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。イエスは近づいてきて、彼にこう言われた。 私には、天においても、地においても、一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、精霊の皆によって、バテス様を授け、また、私があなたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。身を、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。 えー、このミ言葉を感謝いたします。はい、えー、もう,うこのもしめに、えー、終わりにしていきたいと思います。えー、今日のエゼケル書はマサト言ののうのマサトニーの主題主の御手が彼の上にあったこのコ言葉をおお感謝いたします。また、あえー、ともに厳しいまあ夜中ですけど、主にある ものも力強く歩んでいきたいと思いますまた、えー、多くのこの恵みがありますように、えー、主の御手が彼の優にあったということを御言葉を読んでこのマスターとの優の礼拝を閉じさせていきたいと思いますではお祈りい,いたします、えー、天皇父世の神様長くなりましたけど このマスアトの湯の礼拝、初めから終わりまで、えー、導いてください。感謝いたします。まだまだ、えー、訓練、足りませんけど、きちんと分かりやすく、丁寧に力強く、御言葉を発信できるものと、神様が訓練してくださっていくことを感謝いたします。えー、この時を感謝して、イエス様のお名前によって祈りい,いたします。アーメン はい、ではこの時間、3、う、秒、ん、もって年、えー、させていきたいと思います。えー、なかなか本当に、まあ思うところだけでいろいろと、えー、レジマン、本当は話自体は、まあ、序論、本論、まとめということでありますけど、まあ、そういうことを、まあ、訓練としていますけど、はいえー、そういう訓練の場,場として感謝いたします。えー、最後に えー、どういう、えー、では、えー、<laughs> 長くなりましたけどまた、えー、聖火の、えー、536番「ガリラヤ行」の岸にですね今日まあ、えー、ガリラヤ行はまあ視界きれいなと,、まあとえー、まいうことで三条の聖君まあいろいろと周囲が山ということでトップということでまあそういう他のユ o u t u b でありますけどそのこともまあなかなか私は自身まあ ガリアコを直接見たことはありませんけどいろんな映像、まあ、文献でそういうことを覚えて賛美していきたいと思います聖火の536番宣教、まあ、ですね、えー、ガリラアコの騎士にて、えー、マタヤン福音書四4章の15節「ジンのガリアに光のぼれり」「インファンシーアイスタットスタットバイザーソワーかな8分の6分でやや,や,や遅くですな、ね、40ですね <laughs> では いきます。三、えー、はい、ガリラヤこのキコキシにて、イエスキには昔病のものを言い足、弱き足たたせ見えざる目をまひ。 開き罪人を許すくすしき神の技を行いたまえり <laughs> のべたも手にすがりわれもやすきうけん とこしえまで君を我の神とせ、けがれしちまた歩む人ば引き上げ。シュエスは傷のあるて 開きて語りぬ愛するなれがためにおいたる絆り重荷を解きおろして安らへ静かに のべたも手にすがりわれもやすきうけんとこしえまできみ我われのかみとせんこころのがりラやこに 嵐はすさめど主イエスの一言葉は平和をもたらす七つの悪の霊にとらわれし者も 力のある言葉に助け出されぬ。述べたも手にすがり、我もやすき受けん。としへまで君を。 我の神とせんきたれや世の旅路に疲れ果てし者。直ちに来たれ罪の重き鬼を者。 君なるイエスはなれを慰めいたわり。まことのやすきすくい、与えたもめし、述べたもすがれ。 なれもやすきうけんとこしえまで君をなれは神とせんはい感謝いたします聖歌の536番「ガリラコの棋にいてちょっと感情が力が入りましたですね。ま、す後です マサアトの湯の礼拝、えー、もう1時間20分になりましたけど、はい、感謝いたします、本当にこの長いお礼拝を本当に最後まで見てくれる方が一人でも来されることを望みます、最後にお祈りいたします、天の神様、このマサアトの湯の礼拝を神様、感謝いたします、神様にえいこと、まれがあったりまたこの動画が大いに豊かに認められ、用いられますように。 見る一人一人の魂の上に神様豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。えー、神様、この時をお感謝して、多くの魂があなたを見るものとなさせてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アまた来週日曜日にお会いいたしましょう。仕上げ。again!Let's pass on please you! シャロームはい、失礼しました。